私、あれ、ちょっと苦手なんだよね。苦手っていうか、ちょっと気遅れするというか。踊り自体はね、別にいいの。人前に出るのも慣れているし。でも去年、光栄なことではあるんだけど、私と踊りたいって女の子がたくさん集まってきちゃって、もみくちゃになったことがあるの。結局、整理券を配布して、なんとかその場は収まったんだけど。その時のことを思い出すと、今年どうなっちゃうんだろうって不安で。そこまで大それたものではないんだけどね。でも、気遅れしちゃうのは確かなんだ。これでも生徒会長だからね。特別な理由もなしに参加しないのはどうかなって思うから、参加するつもりだよ。じゃあ私、スピーチしてくるから。頑張るよ。くんはフォークダンスやる？そっか。あ、カオルコ先輩、一緒に踊りましょう。そうだね。
しかしたら一時的にどこか行ってるだけかもしれないし、ここでもうちょっと待ってみようか。こうして見てる分にはいいよね。それ、高いところに登った人はみんな言うけど、生徒のことをゴミって言うのは会長感心しません。へい、ウピュタのイカ槌だ。終わっちゃうね、文化祭。都会で面白い企画もできたし、いろんな教室企画も回れたし、すっごい楽しかった。本当に楽しかったから来年参加できないんだなって思うとちょっと残念にもなると、やっぱり卒業のことは意識しちゃうし、また一つ面白いイベントが終わっちゃったんだなーって思う。そうかな？